なたに浦和東警察署一日警察署長を委嘱します。こんにちは、ありがとうございます。僕自身もまあサポーターと接するときにはしっかり目を向け挨拶するっていうことは大事にしているので、いやもう身が引き締まりますね。普段のスーツとは全く違いますし、大丈夫です。皆様お待たせいたしました。ただいまから万引き防止の日における盗難被害防止キャンペーンを開始いたします。委嘱状、浦和レッドダイヤモンズ西川周作様、あなたに浦和東警察署一日警察署長を委嘱します。令和5年7月10日浦和東警察署長刑事坂本正則。委嘱状が交付されました。一日警察署長に就任した西川周作です。いつも応援ありがとうございます。僕が小さい頃ですね、幼稚園の時になるんですが、僕の夢はおまわりさんというふうに書いていました。まあ一つの夢、プロサッカー選手となって、こうやって今一日警察署長として認められたことを非常に嬉しく思います。普段のユニフォームとは違う形で皆さんの前に、立つことは非常に光栄なことだと思っています。今日は短い時間ですが皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。それではもっと皆さん西川一日署長のお話を聞きたいと思いますので、私から質問をよろしいでしょうか。はい、もちろんです。それでは本日制服を着てみてご感想はいかがでしょうか。そうですね、なかなか着ることができない制服を着させていただき、非常に身が引き締まる思いと、普段自分たちも移動の時はスーツを着るんですが、また違った緊張感と、非常に今この緊張感のせいですっごい汗をかいています。ありがとうございます。それではもう一つよろしいでしょうか。はい、はい、先ほどもおっしゃっていただきました、子供の頃警察官になりたかったのことですが、どんな警察官になりたかったでしょうか。みんなを守るというところはかっこいいおまわりさんになりたいなというふうにも思っていましたし、まあ、今は浦和レッズのゴールを守るということで、守るということは変わりないと思うので、これからもできるだけ長く浦和レッズのゴールを守っていきたいなと思います。ありがとうございます。あともう一つよろしいでしょうか。はい、はい、万引き防止ポスターモデルの一人は西川署長ですが、写真のシーンは覚えていらっしゃいますか。僕自身ポスター見て、これはコンサドーレ札幌戦かなと、後半のシュート外れたんですけど、それを目で追ってるところかなっていうのは、まあ、見てすぐ分かったので、まあ、選手カードをよく作っていただくんですが、これはどの場所でどの試合かっていうのは僕はすぐ分かります。ありがとうございます。そのポスターの出来栄えいかがでしょうか。非常にいい写真だと思いますし、しっかりと最後までボールを見ているっていうところは素晴らしいかなと思います。西川署長ありがとうございました。ありがとうございます。お席にお戻りください。よろしくお願いします。普段とは違う制服を着させていただき、非常に誇りに思っているのと、そしてやはり身近に
ファンサポーターの方が来てくれるっていうのを改めて感じることができたので、コロナ禍でなかなかこういうイベントもできなかったですし、コロナも上げてきて皆さんと一緒に触れ合う時間ができたことで、まあ、選手としては非常に嬉しいことなので、今日みたいな機会をこれからもたくさんしていきたいなと思います。ちょっと一旦放送止まってるでしょうか。万引きさせないっていうのは非常に大事なことになってくるので、やはり店員さんの挨拶というのは非常に大事になってくるのかなと。お客さんに対して目を見ることで、もし万引きをしようとしている人がいるのであれば、やはり挨拶されたことで、まあ、されなくなると思いますし、両親が働いてっていうきっかけになると思うので、僕自身もファンサポーターと接するときにはしっかり目を向け挨拶するということは大事にしているので、させないことを大事に店員さんもこれから守っていってほしいなと思います。ずらすといいですか。はい、自分の仕事はゴールを守ることですけど、やはりこの制服を身にまとうことで、よりこう日頃の警察官の方の緊張感だったりとか、やっぱりこう市民の方に対しての素晴らしい姿勢っていうのを感じることができているので、僕自身もなかなか普段警察の方と接することはないですけど、こうやって接することで非常に責任感というのを感じますし、よりこう安全、皆さんに安心を与えようとしてくれてるっていうのは非常に知れたので、これからも僕はゴール前で皆さんに対してこう安心を与えられるようなプレーを続けていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、まずお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の感想をちょっとお願いします。このようなかっこいい制服を着させていただき、一日警察署長という素晴らしい役を僕に与えていただき、非常に嬉しく思っています。たくさんの子供たちとファンサポーターの方となかなかこうやって触れ合う機会はなかったので嬉しかったですね。これが最後にならないように、また慣れるように頑張っていきたいなと思います。この衣装はどうですか。衣装というか洋服はどうですか。いや、もう身が引き締まりますね。普段のスーツとは全く違いますし、すごく着心地がいいです。体にフィットして、ズボンなんかも非常に履きやすく、あとはやっぱり僕のお気に入りはここです。はい、あとですね、あの帽子がですね、非常にかぶりやすくです、ね、結構緊張してる取材さんだと思います。もちろんですよ。もちろんですよ。もうユニフォームとはまた違った緊張感があって、あんまり見えないと思うんですけども、中のシャツピッチョピチョです。子供の頃から夢だったことが叶ったことについてちょっと最後聞かせてください。一緒のうちにこうやって2つ夢が叶うというのはなかなかないと思いますし、小さい頃の夢、おまわりさんということで一つの夢も叶え、自分のプロサッカー選手という夢も叶え、あとはリーグタイトルを取るだけだと思ってます。それに向けて全力でゴールを守っていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。